さあ今日ご紹介するのはこちら。これはトライスターズというメーカーから出ているハイエース用のデッキカバーと言われるもので、レザーでできているインテリアのアクセサリーパーツになります。これ運転席周りのこうエンジンルームの周りね、これをかぶせてあげることで一気に車内の雰囲気が変わるっていうインテリアのアクセサリーなので、今回はこれの取り付け方法っていうのをご紹介していきたいと思います。まず最初に、取り付け終わった状態をご覧ください。ボン、こんな感じになります。これのね、取り付け方法っていうのを今日はご紹介していきたいと思います。 Here we go。まずこのデッキカバーをつけるためには、このセンターコンソールボックスっていうのを取り外す必要があります。そこでまずはこの蓋の中にあるね、ボルト2本、それからこのサイドにあるボルト2本、そして後ろのカップホルダー、見えるかな、カップホルダーの中にもあるボルトを2本、計6本ね、外します。そうすることでこのボックスがですね、外れるんですね。はい、こんな風にですね、ボックスが外れます。この状態でまずはじゃあフロントシート側をね、つけていこうかと思います。 Check it out。 もうね、つけ方は簡単、上に貼っていくだけですね。形に合わせてまず仮置きをしまして、こんな感じで仮置きをします。あ、こんな風になるんだなっていうイメージがつかめましたら、仮に置いてみて、だいたい位置を、ね、確認します。そしたらね、ここにマジックテープがついております。ビリ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 、ね、これを今カバーがついてるだけなんですけども、これを剥がして、決めた位置でもう直接このカーペットに留めていくんですね。たったこれだけです。微妙な位置をこう、まあ、調整していきながら、各マジックテープを剥がして位置を決めていきます。向こう行ってみましょう。はい、こっち行きました、ね、位置合わせまして、で、ね、裏についているマジックテープを剥がしていきながら、最終的にはボックスが上からかぶさるので、そこも見越した位置で決めていきます。こうですね。はい、じゃあサイドも、決めていきましょう。こんな感じかな。こっちもね、もう一回、微調整をしていきながら位置をビシッとね、決めていきましょう。お、いいんじゃないでしょうか。きっちりとマジックテープなので、まあ、何回も位置は微調整しながら決めていきたいと思います。 3D でカットされているので、まあまあぴったり収まるような設計になってるんじゃないかと。なるべくね、シワができないように、位置で、こういうことか、決めていきたいと思います。バシンバシンバシン。さあどうでしょう。まあまあいいんじゃないでしょうか。こう何度かね、引っ張ったり剥がしたりしてみながら、細かい位置は微調整をしていって、まあ大体綺麗に収まったところで良しとしましょう。はい、これでフロント側完成。たったこれだけですね。非常に簡単。次はリアを取り付けていきましょう。
ツアーではリア側つけていってみたいと思います。先ほどと同じようにまずは仮位置を決めて置いていきましょう。こんな感じですかね。どうでしょう。あ、そうだ、この時にシートを前にスライドさせておきます。ね、これでまず仮位置を決めていきます。下場ね、ここから合わせていくとぴったり合うんじゃないかと思います。いいですね。それでは止めていきましょう。同じように裏側にマジックテープのホスがね施されてますので、これの、テープを剥がして準備します。まあ、マジックテープなんで何度も剥がして、調整やり直しはできるので非常に簡単です。見えますかね。このようにたった順番通りに貼っていけばいいだけです。はい、まずは下場をね決めていきます。何度でもこう剥がしたりくっつけたりして微調整を行っていきながらぴったりいい位置が決まればいいのではないでしょうか。はい、じゃん、完成です。どうでしょう。さあ、ここまで位置がねきちっと決まりましたね。いいでしょう。そしたら、センターコンソールボックスを戻していきます。はい、この上から元の位置にね合わせて重ねていきましょう。ここね多少上にかぶるので違和感なく装着することができます。位置が決まったらボルトを固定していきます。この時一気に、締めていくのではなくてちょっとね緩めにして最後全体的に一通りボルトが入ったら最後に増し締めをしていくっていうやり方で締めていってください。これねボックスの中も忘れずに。最後よ、6つのボルトが一通り、収まったら最後に増し締めをしてギュッと決めていきます。こうですね。最後こう化粧カバーをピッピッとつけて、はい、完成しました。たったこれだけです。作業時間15分ってところですかね。非常に簡単にできます。はい、こんな感じで完成しました。もうねここの面が、レザーになっただけで随分と雰囲気が変わります。さらに、僕ねシートカバー、このシートカバーオレンジを選んでるんで、まあ、なるべく近しいねキャメルっていうカラーのレザーを選んだことであまりこう違和感なくうまくフィットしたんじゃないでしょうか。前の席見てみましょう。さあ前のシートこんなイメージです。椅子のレザーからね
一連の流れでこの辺のシート周りが同系色のレザーでドレスアップしてかなり雰囲気が変わりました。さらにこれ、この素材自体が少しですけどね、クッション性のある素材を使っています。もしかしたら多少なりの断熱効果もあるかもしれないので、ここね、この真下ってエンジンルームなのでものすごい暑くなって、夏場なんかはね、そのエアコンの効きにも影響するぐらい温まってしまうんですけど、多少こう厚みのあるウレタンを内側に使っているので、まあ少しだけ断熱的な効果、それから防音的な効果があるといいなと期待しながらつけてみました。はい、運転席側から見た感じです。こんな収まりになります。いいですね、この座席面から一連の流れでシート周りがレザーになるので、ぐっとね雰囲気が変わるかと思います。はい、というわけで今回は、ハイエースのドレスアップカスタムのご紹介でした。ではまた、バイ。Dude, that father is 10 and permed!